肝炎は何らかの原因で肝臓に炎症が起こり発熱、横断、全身倦怠感などの症状をきたす疾患の総称である。日本ではウイルス性による肝炎が80%を占める。日本では特に A、B、C 型が多い。肝炎の主な原因には以下が存在する。肝炎ウイルスによる肝炎発症の基準は ウイルス自体が肝細胞を破壊するために起こるのではなく肝細胞内で増殖しているウイルスに対する生体の免疫反応によってウイルスだけではなく肝細胞も一緒に障害を受けてしまうことによる肝の急性の炎症頻度としては A 型肝炎が多く一過性に重篤な肝障害激症肝炎を起こすことがあるまた成人発症の B 型肝炎もほとんどは 急性肝炎で発症する。HBV による慢性肝炎も有名であるが、これは垂直感染によって、キャリア化した場合がほとんどである。ただし、キャリアが急性増悪を起こし、急性肝炎のような経過をとることはよくある。また、薬剤性肝障害も急性の発症をする。アルコール性肝障害の一つである、アルコール性肝炎も急性肝炎の発症をする。 アルコール性肝炎は、激症肝炎に近い経過をとることも多く、急性水炎と同様、非常に重篤な病態である。ウィルソン病、バット、キアリ症候群は、急性、慢性療法の経過を取り得る。発症後8週間以内に、高度の肝機能異常、肝性根水2度以上をきたし、プロトロン瓶ン時間が40%以下であるものを指す。 感性脳症による昏睡出現までの期間で、急性型と亜急性型に分類される。亜急性型の方が、急性型と比較して圧倒的に予後が悪い。亜急性型激症肝炎の救命率は未だに10%程度である。基本的に、急性型は A 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルスが原因であることが多いが、亜急性型は原因不明であることが多く。 両者は別疾患であるのではないかと考える学者もいる。アキュー性型では予後が悪いと分かっているので肝移植を検討することが多い。また、激症肝炎は有効な内科的治療法がほとんど確立していない。結症交換、ステロイド、グルカゴンインスリン療法など一応治療法と呼ばれるものはあるが、効果の無差は救命率が示している。 激症肝炎の合併症としては、消化管出血、脳腐腫、陸などが挙げられる。期間が8週以降24週以内の肝不全は、自発性肝不全と定義される。肝性昏水2度以上、プロトロンビン時間40%以下を示すものを指す。激症肝炎が急性型と同様に予後は悪い。慢性肝炎とは、臨床的には6ヶ月以上の肝機能検査の異常と、 ウイルス感染が持続している病態を指す。組織学的には、門脈域に、リンパ球を主体とした、細胞浸潤と繊維化を認め、肝実質内には種治の程度の肝細胞の編成、絵師所見を認める。慢性肝炎の活動性は、ピースミールネクローシス、小用内細胞浸潤、肝細胞の編成、絵師により、ノン、マイルド、モディレート、シビアの4段階に分ける。 さらに繊維化の程度により4段階、繊維化なし、門脈域の繊維性拡大、ブリッチングネクローシス、小葉の歪みを伴うブリッチングファイブローシスに分ける。以上は、新犬山分類の骨子である。また、欧米ではデスメットらの新ヨーロッパ分類も用いられている。肝硬変や肝細胞岩へと進行する恐れがある。頻度としては、C 型肝炎が、 最も多いが、間別として AST、ALT といったトランスアミナーゼ上昇が目立つ場合は、自己免疫性肝炎、アルプ、ガンマ GTP といった単動系酵素が目立つ場合は、原発性単汁性胆肝炎、原発性硬化性胆肝炎を疑うべきである。B 型肝炎が原因である可能性もあり、ウイルスの抗原、抗体を検査する必要がある。 自己免疫性肝炎なら、広角抗体、広平滑筋抗体、広間化陽性抗原抗体を測定し、原発性単重性単肝炎ならば、高ミトコンドリア抗体を測定するべきである。原発性硬化性単肝炎ならば、画像所見で比較的診断をつけやすい。一般に、慢性肝機能障害では、抗グロブリン血症をきたすことが知られている。 トランスアミナーゼの上昇が軽度で、肝の予備能が明らかに低下している、肝硬変まで至らないような状況である場合は、この所見は非常に重要となる。イグ、アイムを測れば良いのであるが測定に、簡便さという点で、ZTT や TTT がよく利用される。TTT は血性アイム量を、ZTT は血性イグ量を反映する。ただし、 抗グロブリン血症は炎症が起こっている場合は大抵は起こる人食い的な所見である。A 型肝炎では TTT が上昇するが i ムは上昇するのだから当然である。あくまで検査値で肝機能障害がわかりにくい場合に測定する項目である。慢性肝炎では肝硬変の移行がないのかを確認することが重要である。具体的には血小板数。 コリンエステラーゼ、アルブミン、プロトロンビン時間などで肝機能を調べつつ、血清ヒアルロン酸で肝の繊維化を見て、エコーで形態変化を見る。ウイルス性肝炎の場合は肝硬変に至る前にインターフェロン治療等を行うのが望ましい。また、慢性肝炎では幅広い鉄化か状のあることが指摘されている。ありがとうございます。